至るる高原鉄鉄道道が運営する鉄道路線日本国有鉄道の特定地方交通線であった矢島線を引き継いだ路線である全線が百合本城市内を通るワンマン運転の各駅停車が1から2時間の間隔で1日14往復運行されているこのうち午前中の1往復は秋田おば箱姿のアテンダントが乗務する 真心列車として運転される。区間運転はなく、全列車が全区間運転である。全後駅にて、閉塞方式が変わるため、同駅発着の際に、タブレット交換が行われている。国鉄時代は現在と異なり、矢島駅での夜間退泊はなかった。駅等に、切符の自動販売機はなく、事人駅での発見はすべて出発窓口で行っている。 改正鉄道不設法別表第15号の秋田県本庄より矢島を経て院内にイタリル鉄道の一部であり横総鉄道が1922年に開業した路線を1937年に買収国有化し延長したものである横総鉄道は横手と本庄を連絡するため横手と五本庄からそれぞれ路線を伸ばしたが 鉄道不設法の予定線と重なる宇五本城からの路線のみが買収の対象となった。買収の対象とならなかった東線は宇五交通横槽線となったが、1971年に廃止されている。国有化後の1938年10月21日に西滝沢宇五谷島間を延伸開業する。なお1921年に、 横総鉄道の開通を見込んで、三浦文吉が馬力による矢島延長路線の不設特許を取得。その後法人化し、蒸気軌道に変更し、工事に着手するも開業できなかった。矢島線は、1980年の国鉄再建法施行により、第一次特定地方交通線に指定され、1982年1月には対策協議会が開始される。 臨時列車の施行等を行ったものの輸送密度は伸びず、一時はバス転換の方針に固まりつつあったが、1984年になって、広島南鉄道が矢島線引き受けを表明したことから一転して、鉄道存続に方針が変わり、7月の対策協議会で第3セクター化を正式決定。1985年に百合高原鉄道に転換された。 横曹鉄道再選買収により、蒸気機関車2両、客車2両、ガソリンカー1両、貨車10両が、国鉄に引き継がれた。日本国有鉄道電気局、鉄道電報略号、1959年9月17日、23ページ。AB テラダ一日本のローカル施設から、 ネコパブリッシング1921年9月13日、三浦文吉に対し軌動特許状下負、軌動特許状下負、官報1921年9月15日1923年12月11日、軌動特許権を、懲戒軌動へ、上途許可、軌動特許権上途、官報1923年12月14日1924年10月4日、 名称変更届で、鉄道省鉄道統計資料。大正13年度1926年9月26日、名称変更届で、鉄道統計資料。昭和元年、帝国鉄道年間。昭和3年版1935年8月8日、軌道特許執行、軌道特許取り消し及び、執行、官報1935年8月8日。 京弁鉄道免許状下付、官報1915年1月15日、地方鉄道運輸開始、官報1922年8月5日、地方鉄道駅名解消並営業マイルほど変更、官報1926年11月20日、日本国有鉄道100年史、第11巻、886ページ、横総鉄道株式会社所属五本城前合館。 鉄道買収、官報1937年8月21日、AB、いよいよ20日から、矢島線のディーゼルが無人駅は見送り、秋田伊佐尾新報、P7、衝突の衝撃で立教が浮き上がる。 レスポンス、http コロンスラッシュスラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2005スラッシュ03スラッシュ28スラッシュ69257 html2016 年4月12日閲覧。全面運休の百合高原鉄道4月1日再開見通しイコール、秋田。読売新聞、pp34、エボルタチャレンジによる。 列車運休とバス代行のお知らせ百合高原鉄道2015年11月3日閲覧エボルタチャレンジ百合高原鉄道2015年11月3日閲覧世界最長距離鉄道走行チャレンジパナソニックエボルタチャレンジ2015年11月3日閲覧乾電池での電車走行ギネス記録認定秋田で20キロ達成 日本経済新聞、2015年11月3日、鉄道統計。昭和12年度、藤浦鉄夫、四輪客車の経歴調査、鉄道資料ナンバーワンによれば該当者は1914年に、小倉鉄道に払い下げられており2代目以降の、可能性がある ABC 大、旗鉄使昭和戦前期、買収客化社会版一覧。 レールファンナンバー519矢島線に関するカテゴリー、横曹鉄道再線に関するカテゴリー。ありがとうございます。